こんばんは。今日も動画撮っていきます。今日はね、朝から一日ねすごい冷たい雨が降っていて、もうめちゃくちゃ寒いのまたね、冬に戻っちゃったような一日でした。皆さんの家の方はどうですか？なんかね、関東は最近ずっとこんな感じなんだよね。天気悪くて寒いの。そう、なかなか春が来ませんね。はい、ということで今日のお話は、自分の気持ちとか行動とかそういうのを言語化するとすごくいいこといっぱいあるっていうお話をしようと思います。なんとなくね、最近いろいろやっててそういうふうに思うことが多かったんですよ。で、しかも今ね、読んでるというか聞いてる本があって、その本でもう見事にね、私が思っていることをこうちゃんと言葉にしてくれたのでめっちゃ感動してその本もね、ちょっと皆さんに紹介できたらと思います。で、その本は何かというと、我慢して生きるほど人生は長くないっていうこういう本なんですよ。これね、もう今読み終わったというか聞き終わったんですけど、またね、ちょっとね、好きなフレーズがあったのでまた戻ってそこの章だけ聞いたりしていました。で、その自分の行動とか気持ちをね、言語化するっていうことはどういうことかっていうと、こう自分一人でね、いろんなことをね考えたり行動したりしていたら、はっきりこう人に伝えなくていいわけじゃないですか。これなんとなくこれ嫌いなんだよなとか、なんとなくこういうの好きとか、そういうので一人で行動してたら十分じゃないですか。そうだから、なんていうのかな、人に伝えるとか、そのはっきりした言葉にして言語化してするっていうことをしなくて済むんですよね。ただそのね、言語化っていうのをしてみるとすごいね、前に進むんだよね。前に進むとか、周りの人をこう幸せにできたりとか、もちろん自分も幸せになった、幸せというかいい方向に向かうっていうことが起きるっていうことをね、すごい最近感じるんですよ。そうだからね、今日はちょっとそのお話をしようと思います。給食から、会社に復帰して、2月3月2ヶ月が過ぎて、今、3ヶ月目に入ったわけなんですけど、よくね、復帰してから思うことがあって、それは私これが嫌いだったんだなとか、私ああいうの大好きだったなとか、なんかね、そういうね、自分の好きとか嫌いがすごいね、はっきりこう自覚できるようになったんですよ。でもね、もともとそんな物事の好き嫌いなんて分かってるのが当たり前じゃないですか。だけどね、やっぱこう我慢してずっと過ごしてきたり、なんだろうな、何かにこう縛られている間にそういうところで我慢しているのが当たり前になってしまって、なかなかね、その自分の好き嫌いさえも分からなくなってきてしまっていたんだな、なんてこともね、たまに思うんですよ。そう、それで復帰して割とこう吹っ切れて、自分がね、物事をこう俯瞰して見れるような感じに戻っなってみて、たまにね、こう嫌なこと、まあ、前の私だったら耐えられないようなことが起きても、あ、私これが嫌いだったんだなとか、あ、もうこれからは このことからは離れて、ちょっと離れていようとか、そんな風にね、思うことがよくあるんですよね。そう、あと逆にね、そういうこともいっぱいあると、休息してた時のゆったり流れる時間、すごい私は大好きだなとか、今までね、家族と一緒にこう過ごすとかっていうのをね、そんなに大事にしてこなかったんだけど、本当にね、家族とかと一緒に過ごすっていう時間が好きかもしれないとか思ったりとかね、まあ、とにかくそういう自分が好きだったり嫌いっ
あの嫌いだったりっていうことがすごいね、こう明確にはっきりしてきたんですよね。そう、それでさらにそれに対するこう自分の身の置き方っていうか、嫌いだからちょっと離れていようとか、前だったらねこう嫌いでもまあ我慢 しないといけないのかなとか、我慢して相手にこう気づかれないようにしているのがいいことなのかなみたいな、なんかねちょっとこう無理をしているのが当たり前になっちゃってたんですよね。そうだからね、今はねそういう意味ですごいねこう身の置き方っていうのが、うん、分かったっていうか、別に何をしたわけでもないんだよね、この休み休職している間に。だけど自然とその会社から離れて、こうストレスにかかるものから一旦こう物理的に離れて過ごすことで、あの自分がある程度こう自由に過ごすことができるっていう時期が続くわけじゃないですか。でそういうふうなことをしていると、自然にもう嫌なことには近寄らないっていうふうになってきて、そう、そういうのがこうだんだん染みついてきて、そうだからね、もし休職1ヶ月2ヶ月で戻ってたら、そこまではねたどり着かなかったんですよ。だからね、私本当に1年と2ヶ月ぐらい休んだんですけど、本当良かったなって今でもねすごい思うんだよね。本当に2、3ヶ月で戻ってたら絶対やだやだって言っているだけで何の進歩もなく終わってたと思うんだけど、そう今はね、そう本当に自分のこの身の置き方とか、こうなんて何かの嫌なこととか好きなことをに臨むためのこうスタンスというか、そういうのをこうなんか身についたような感じがするんだよね。であとはなんかね、このねその本にも本でも言ってたんですけど、この我慢して生きるほど人生は長くないっていう、この本でもね言ってたんだけど、もうね休職してうまくこう復帰ができる人っていうのは、その前とは以前とは同じような無理をしなくなるっていうことをね言ってたんだよね。そうだから私割とねもう最近はさっさと切り上げて仕事も帰ってきたり、まあそれでねなかなかこう仕事を追いつかないっていうところもあるんだけど、でもねその仕事昼間の間はこう集中してやって、何時になったら絶対帰らなきゃって自分でね思いながらやってたりとか、そうだから同じような前と同じような無理をしなくなるっていうのもね、自分でもちょっと進歩したかなって感じています。はい、そんなんでちょっとねその言語化をすることによって、自分が好きなこと嫌いなことっていうのがこうはっきりしてくるっていうのがね、すごい感じてたんですよ。であとは思ったのは、あの子供だって2歳とか3歳でこうどんどんあの言語を覚えてきて、私たちが大人が言っていることが理解できるようになったり、自分の意思を大人に伝えることができるようになるじゃないですか。そうするとこう理解が進むから物事がすごいねスムースにねできたりするんだよね。だからねそれと同じかなって思ったんだよね。何かこう自分でモヤモヤしている気持ちとか行動をはっきりした言葉言語にして表すっていうことで、自分が何が好きで何が嫌いかっていうことを相手に伝えることができて、で相手もそれを理解することができて、でなんかこう物事がスムーズに進むとか、あとはねこう言語にしていいっていうことは、あの他人にそうこういう気持ちの時はこうした方がいいよとか、こういう気持ちの時は私はこういうふうに思ったからこういう行動を取りましたとか、なんかねそういうふうにはっきりと自分の行動を、なんだろう、周りの人にこう伝えて、同じようなことで悩んでる人に伝えて、なんかねこう役に立つこともできるのかななんてね思ったんだよね。そうだから自分にとってもこう物事がスムーズに運ぶっていう意味でいいし、あとは他人にね同じような立場で同じようなことで悩んでいる人にこう言語をはっきりした言語で伝えることによって、その人の役に立つとか、まあ、そういうことでねすごいいいことがたくさんあるなって思ったんだよねそうだからなんかこう、まあ、本でも出さない限り
言語にはしないっていうことがもしかしたら多いのかもしれないんだけど、まあ私もそうだし、わざわざね、めんどくさいから、その自分がこう、もやもやしていることを、これは一体何なんだろうって考えて、言語にしたりっていうのはね、なかなか私しなかったんですよ。だからそういう意味で、ノートによく書くといいとか、言うじゃないですか。あ、そういう意味かなってね、今頃なんだけどね。分かったんだよね。で、私そうやって筆不精だから、なかなかそういう思ったことをノートに書いたりとか、人がね、いくらいいって言ってもやらなかったりするんですよ。だからね、まあこんな遅く気づくんだけど、そう、そういうことなんですよね、きっとって思いました。ちょっと気づきがね、あまりにも遅いんだけど、そう、本当にね、そのもやもやした気持ちとか行動っていうのをはっきりとした言葉に言語化するっていうのはすごく意味があることだなって感じたので、今日はそんな話を風呂上がりにしました。はあ、今日はね会社、今日明日会社に行くんだけど、そう、夜、今日はね、7時過ぎぐらいまで仕事をして、今ちょっとね、海外から人が来ていているので、ちょっと毎日仕事行ってるんだけど、そう、もう疲れちゃいました。早くもう家で仕事したい。ほんと疲れるね、仕事を会社でするのって。なんか最近こう4月に入ってから電車がめちゃくちゃ混んでるんだよね。やっぱこう新入社員とかがいるからかな、あと学校も始まるからかなって思うんだけど、そうそう、はい、そんな感じで今日はまたね、最近思ったことをお話ししました。さあ、ちょっと一杯飲んで寝ます。疲れた。美味しい。はい、では今日はこれで終わりにします。あ、そうそう、4月の編み物会がまた決まりましたので、ぜひね、説明欄の方からアクセスして見てみてください。ぜひね、おしゃべりしながら一緒に黙々と編み物するととても楽しいし、そこからね、何かが始まる、動き出すかもしれないので、ぜひね、興味がある方は覗いてみてください。はい、では今日はこれで終わりにします。さようなら、バイバイ。you